ザ・グレイト・バズーケー道のくプロレスザ・グレイト・サスケ90年デビュー26歳社長華麗な空中技を得意とするサスケメキシコのプロレスルチャリブレを体得かねてからの夢だった東北へのプロレスの普及を目指し道のくプロレスを旗揚げした君たちがいる限り平気不滅だクエスチョンジョナグレイトサスケなぜプロレスラーになったのでしょうか神の啓示ですねIWGP ジュニアのベルトを取った感想は非常に責任を感じますね非常に重たいベルトだと思います人生で一番影響を受けた人は誰ですか、アントニオ猪木さんですね道のくプロレスができたのではいつ頃になることになるんでしょうか、93年ですねだからまだ 2,3 年前ですね4年目に今年入りましたねあ4年目に入った、はい、ということなんですけれどどんな経過で道のくプロレスはあれです、ね、プロレス学校に入門されてね、はいはい、プロレス学校っていうのは一瞬存在したんですねプロレス学校どういうことを勉強するんですかプロレス学校いや、まあ、基本的なプロレスの、まあ基礎体力面のね、うん運動とかあの基本技それから何といってもメインは山本小鉄先生のね、はい、あの講義ですね、はあはい、山本小鉄さんどんな内容の講義なんですかそれはプロレスラーになもしなったらですね、うん、こういう心構えでいなさいとか あるいは、ね、心構えもう人間としての基本的なね あり方とかプロレスラーとしての心構えってどういうものなんでしょうかね、うん、やはり自分に厳しくあれと自分に厳しくですかねあのサスケさんみたいなのがすごく礼儀正しいですよね、はい、まずそれですよねに社会人としてきちっとしないとレスラーも通用しないですよね実際にあのそのプロレス学校って今はなくなって今はないですけどそこから卒業されて、いろんな団体に今散らばってますね結構ね、はいはい、あの大変なのはそのプロレスをね入りたくて夢見て来てる人は、まずそこのプロレス学校入るのも大変なのにそこで修行してじゃあそれがダメだったらじゃあどうするんだっていうサスケ選手みたいにね、大きく開花して、他で頑張ってる人もいるけど、その大半は多分ダメだった人なんで夢破れてしまうわけですよね、そういう人たちがどう生きてんだろうなっていう心配はありますけどねサスケさんはでも、まあ、あの新日の方の試験は不合格だったんですけれど自分で道のくプロレスを旗揚げしたわけですよね、その前にある団体にいたんですよ、うんユニバーサルプロレスというところに入りまして、はいはい、でそこがまあ早い話が倒産したんですねそれで残った選手を全部もう東北に引き連れて、はい、で旗揚げしたということですね、ね、東北、なぜ東北なのかって今さら聞いてみたいんですけどね、まあ、故郷で、いらっしゃるわけですねそうですね私の故郷であると、でまあ、何もない、ね、娯楽が少ないところでね、やってみたら面白いんじゃないかと案外受けるんじゃないかという思いましてね、はいそういうインディーズの団体ですよね、はい、いろんな苦労があの普通の団体と違ってあると思うんですか、で一度すごかったのがですね、山のちょっと小高い山の、ねええ、頂上でやったことあるんですよ、ええ、頂上、山頂上ですかで牛しかいないところね普段は本当にですそうなんで牛の国があったんですよ牛の国だだからねあのリングを運ぶトラックがあるでしょう、あれが登れないんですよだから鉄柱担いで何百メートルか登ってねでリング設営したんですよ、うわそっちの方がよっぽど使えそうですね試合よりもでもお客さんは結構集まったんですよそうですかみんな山を登ってやってくれる登ってきたんですね山登らないと見えないですね試合はね何もそんなところでやんなくてもいいだろうって気がしますけど、ね、なんでその山の上でやったんですか一つのこだわりですかねスタジオに来ているオーディエンスからゲストへの質問を聞いてみましたということで手を挙げてくださいはいこれはぜひ質問したいという方はいどうぞ、サスケさんに質問があります、はい試合中やってて暑くないんですかあと夏服あったら教えてくださいそうですねまあ試合中は暑いですけどねただ僕はあの人一倍汗かきなんですよだから戦ってて滑るんですね裸だとでだから逆に服を着てやってるんですけどねでも夏服っていうのは今考えてるんですよ全身闇タイツでやろうかなと思って、はい、他に質問ありませんか、はい、橋本選手に質問なんですけど、はい、
僕は学生プロレスをやってるんですけれども、学生プロレスについてどういうイメージを持ってますか？あのプロレスのモノマネになってしまうと大変危険なこともあると思うんだけどあのリングの方はあの怪我しないようなあのものになってるんですか？UWF インターさんから借りてやってるんですけれども、うん、なんで打ち越してんの？はい、あの怪我人出たことあります？うちのは硬いよ。そうですね、たまに怪我する人いますけれども、うん、あのちゃんとした指導者がいないんで、そこが僕らも問題だと思ってるんですけど、まあ、僕一つ言えばね、プロレス界も法人としてね、一つにしっかりどっかヘッドが固まって、うん、プロレス道としてね認められれば、やはり各大学とか、ね、高校中学クラブ活動あっていいと思うんですよ、はい、しかしそこまでのものになってないですから、どうしてもプロレスごっこになっちゃいますんでね。ただ怪我人が出ちゃうとイメージも一発で終わりなんでね、はい、それをないようにしてやってもらいたいと思います。ありがとうございます。いい人がいたらあのぜひ見ますんで来てください、はい、やっぱりそうですか、皆さんもそういうふうに持っていこうとはされているんですか？うん、なかなかね、政治的なものが、プロレスという偏見がかなり大きいですから。あと後ろの方に一人、はい。面白いですね。安城選手に質問なんですけども、はい、あの前から IWGP のベルト自分が取るんだと言ってましたけども、隣にいるチャンピオンに勝てる可能性は数字で言うと何パーセントぐらいですか？まあ。とりあえず数字は避けて絶対勝ちます。挑戦してください。挑戦して、はい、ありがとう。皆さんありがとうございました、はい、それではですね、ここで、まあ、先ほども話に何回か出てきている乱立する各団体の人気レスラーを VTR でご紹介しましょう。人気レスラー列伝。メキシコプロレス、ルチャを得意とするみちのくプロレス、スペルデルフィが華麗な技と大阪弁で他の選手を圧倒。団体の乱立で必然的に生まれたフリーランスレスラーミスターフォーゴは、その中でも超過激デスマッチの帝王とも呼ばれる。大仁田敦の過激なリングで知られる FMW、ハヤブサは過激さと実力を兼ね備えて空を舞う。あの天竜を頂上にいただく WAR、 理不尽の愛称を持つ冬木は、文字通り理不尽な発言と得意なプレーでファンを引きつける。インディーズ団体 PWC、 バラエティ番組にも登場する高野は、屋台村のリングでもプレーしていた。現在は女子高生ファンで会場が埋まる。乱立する団体はそれぞれに個性を打ち出している。中でも今注目されているのがパンクラース。プロレスに様々な格闘技の要素を融合させたパンクラース、自らハイブリッドレスリングと呼ぶ。より格闘技性を重視したそのスタイルは、現在のプロレスシーンの中で異彩を放つ。従来のプロレスのルール、スタイルと異なるため、リングにも特殊な点がある。投げ技がほとんどないため、マットのバネは通常の2倍の硬さ。またロープワークもほとんどないため、ロープは通常の半分の 2.1 センチ。格闘性にこだわるパンクラスとは一体何なのだろうか。まあ、いろんな格闘技が、空手と柔道、柔術、レスリング、キックボクシング、ムエタイとかいろいろあるんですけども、そういったいろんな格闘技のいろんないい部分ですよね、いい部分を、全て取り入れて、それでいてその技をそのままあの使うんではなくて、あのパンクラス流にそのアレンジして、リングの上でその技術を使って展開するレスリングがハイブリッドレスリングだと思うんですよね。先が全然見えないんで、でもすごいその可能性があるんですよ。だから未知の価値観ですね。それがパンクラスだと思います。それでは乱立するプロレス団体の秘密に迫ってみよう。
というわけで、柴田さんにですね、乱立するこの団体のですね、はい、あの全てを教えていただこうと思いまして、今日ソリトンな樹形図を用意いたしましたね。すごいですね、バーッとこう見ると実はあそこは全然書ききれてないんですよね。これまだ半分ぐらいですね。半分ぐらい、はい、今総団体、まあ一応団体と名乗ってるのを入れれば30超えてますね。ソリトンとしてもね、いくつかの団体の連絡がつかなかったところもあるようです、はい、誰も電話に出ないとかね、最初をたどればこの力道山、はい、日本プロレス、はい、全じゃなくて日本プロレスですね、これ。そうですね、ここは全てのルーツですよね、やっぱりね。この時代にあの活躍したレスラーといいますと、はい、力道山とかは、まあ、豊昇さんだとか、はい、あとは吉野里さんとか、吉野里さん、はい、当然でも猪木さんとかあの馬場さんもいらっしゃったわけですね。そうですね、直弟子ですよね、これ直弟子、はい、これが分かれるのがまだ65年ぐらいということになります、はい、まず全日本プロレスと新日本プロレスに分かれ、これからいろいろ分かれていくわけですね、はい、これはあのは、このユニバーサルとかですね、旧 UWF というのは失敗しますよね、はい、失敗してまたこう新日本と全日本という大きな柱になったんですけど、これもう旗揚げしたものが戻ってしまうわけですよ、ただ、この新日本から分かれたジャパンプロレスというのは癖もんで、はい、こっち行ったりこっち行ったりしまして、もう何が何だか全然この辺で分からなくなるんですけどジャパンプロレスどんな人がいて、長州力が、長州力さんがいらっしゃって、はい、八代明とか、一体そういう場合あのどういったことが原因となってあのあっち行ったりこっち行ったりみたいなことが起こるんでしょうか。まあ、待遇面とかですね。待遇面なるほどね、プロレスに対する考え方とか考え方、ははは。でこの辺になってきます と、いよいよ、僕らが知っている UWF というのが分かれてるわけですね。これはやっぱり前田選手ですね、やっぱり、はい、それも先ほど言いましたプロレスへの考え方の違いで、どうしても自分の理想をちょっと実現させたいということでもう一度働きしたいですね。であとこの大分選手はですね、あここにいきなり始まってます、いきなり何もないところ始まってますけどね、はい、これはやっぱり伝説になってますけど、5万円で団体を起こして成功したわけですよね、はい、5万円で本当は違いますけど誰もであのこれ成功したのを見て、はい、いろんなレスラーの方が自分でもできるんじゃないかと、ああ夢を、それあたりがやっぱり大きな、はい、そうですね、今こういうふうになった一つの原因ですよね。あとユニバーサルプロレスリング、これさっきサスケさんが、そうそう、これはサスケさんの方のユニバーサル、あ、これはこれとの関係はどういうことなんですか。そこ点線で結ぶんですよ、あのユニバーサルレスリングと。やっぱり関係があったんですか。これはなんかあの名前同じでなんか客呼んじゃうとかそういうやつが、まあ、そういう考えもあったかもしれない最初はすごいですね。そして、現代に至るということですね。相対的に見て今の状況はどういう風だと考えられますかね。いっぱいありますけど、やっぱりメジャーですね、新日本プロレス、全日本プロレス、これはやっぱりずっと安泰ですね、はい、で この中で、柴田さんから見て注目の団体とはございますか、はい、もちろんあの道のプロレスですね。あ道のプロレス、はい、あとまあファンクラスというのはやっぱり、はい、一番格闘技色の強い、右と左があったらね、左の方にずっと行ってるかもしれないですね、はあはあ、まあ、それぞれが特徴ありますけどね。今はだから要するにあれですね、団体がいろいろ分かれましたが、その団体同士がどういうふうにくっついたり、そうですね、まあ、女子プロなんかも同じような状況になってるわけですけど、その辺があの非常にテンションが高いです。そうですね、対抗戦の動きと、はい、もしまあ格闘技戦ですか、うんうん、それをうまくかこう噛み合わせていけばところが生き残ってるんじゃないですかね、はいはいはい、どうもありがとうございました。